はい、サムセンスデンチャーの内面の研磨をします。まず用意するのは空のロビンソンブラシソフトですね。こちらではやってみましょう。まず半分だけやってみます。中高速で毛を寝かさ、ブラシを寝かさないように丁寧に動かしながら、常に縦横を動かしながら、中高速で毛を立てるように、毛先で研磨するように、絶対圧をかけないで丁寧に研磨してください。もうこの程度やってみるともうだんだんと分かります。ちょっと右と左の違いがこれで分かるかなと思うんですけどね。こちら今研磨分、こちら研磨してない部分で全部研磨していきます。クラスプの粘膜面は今超速の粘膜に手に結構、高速回転です。毛を立ててブラシを立てて、で全部毛、かなり透明度が上がったと思います。秒速やりましょう。ズームアップしてくれていいよ。OK、終了。